聖子ゴールデングランプリ陸上は毎年5月にワールドアスレティックス公認の世界サーキットワールドアスレティックスコンチネンタルツアーの一環として開催される陸上競技大会である。2011年に前年まで5月に開催された IAF グランプリ大阪大会と9月に主に関東で行われたスーパー陸上の機能を統合。 成功ゴールデングランプリ川崎の名称で誕生した。この大会は世界陸上選手権、夏季オリンピックなどの国際大会においての日本代表選手選考大会として開催されるものであるとともに日本国で唯一 IAF 公認のワールドチャレンジミーティングス大会の一環として世界の一流陸上選手を多数招待して 開催する1日の単発競技会としては日本最大級の大会となっている。なお、会場のとどろき陸上競技場特別協賛の成功をはじめ各種スポンサー及びテレビ中継の TBS は旧スーパー陸上から引き継いだものである。2013年はとどろき陸上競技場が メインスタンド改修を実施する関係で、国立霞ヶ丘競技場陸上競技場に舞台を移し、成功ゴールデングランプリ陸上2013東京と改めて開催した。2014年は、国立改修前最後の主要陸上大会として開催された。2018年2019年は、とどろき陸上競技場の改修工事のため、IAF グランプリ、 大阪大会の会場であった長い陸上競技場で開催される。2019年は同日に日本選手権の男女1万メートルも別途行われる。2020年3月30日、日本陸上競技連盟は5月10日、東京国立競技場で開催予定の成功ゴールデングランプリ陸上2020東京を 新型コロナウイルス感染拡大防止により延期を決定した。その後、7月13日に同年の大会を8月23日に国立競技場で開催すると発表。今回の大会は日本国内の選手に限定し、無観客で開催する。また、高校生にも特別にドリームレーンという名で出場枠を設けた。共催主官、ありがとうございます。